ただいま帰ってきました。4日間かな、5年ぶりぐらいに宮崎に帰ってきました。で、ちょっとお土産を買ってきたっちゃけど、ちょっとなまってますね。なまりが抜けてませんね。宮崎県ってなんか餃子がすごい日本一なんでしょ。だからでもなんかすごいいっぱい売ってて、空港に何が美味しいかわからんかったから、なんか3つぐらい買ってきたとよ3つぐらい買ってきました。じゃじゃん。ツノワインっていうのがなんかあのすごい美味しいワインらしくて、生配信では飲めんちゃけど動画ならいいかなと思って買ってきました。赤ワインです。餃子に合うかはちょっとわからんちゃけど、食べてみましょう。飲んでみましょう。ばあちゃんの手作りの卵焼きが一番好きです。これはちょっとワインに合わんから今日は食べんけど、餃子食べよう。あ、響きラーメンって知ってます？なんか聞いたことあるよね。私も食べたことないんですけどないんですけど、なんか宮崎牛が入ってる餃子らしいので買ってみました。入れてます。これちょっと蓋が潰れて、餃子が潰れそうやけど、まあ、いっか。よいしょ、あっつあちちちちできました。まあただ焼いただけやけどねこんな感じです。あ、すごい、ニンニクのいい香りとお肉のジューシーさが、ジューシーな香りがしますね。血のワインを開けます。これワインのさ、これワインのさ、これあれするとか、あ、コルクじゃない。これな、ワインってあのもう泥酔実験以来飲んじゃなったよねあ、ちょっとなんかシュワッとした香りがする。あ、うわ、ぶどうのいい香りがすごい。こんな感じ。なんかね、なんかね、これちょっと私のカメラのせいでうまく映せんっちゃけど、めちゃくちゃ透き通ったなんかいちごジュースみたいな感じの、綺麗よ。めちゃくちゃフルーティーな香りするよ。宮崎牛の餃子いただきます。これは美味しいやろうね。美味しいやろうね、冷凍とは思う。いただきます。あく、あく、うん、あふう、あ、あこ、うん、めちゃめちゃ肉、肉です。これは肉や。あの何もタレとかつけんちょらんじゃけど、なくても手げうまいです。なんでしょうね、宮崎牛の肉汁がギュッとこの皮の中に凝縮されていて、それがさ、噛むたびに溢れてくるんですよね。めっちゃ美味しい。ワインが、ワインをまだ飲んでない今年度ももう終わりますが、お疲れ様でした。4月からもよろしくお願いします。あ、何気に YouTube 始めて5年目ぐらいになりましたこれからもよろしくお願いします。乾杯。あ、こんなワイン初めて飲んだっちゃけん、なんやろね、ぶどうの味がすげえする。あのね、クリアですね。クリアやね。
クリアで、飲んだ後にシュワッと酸味と、なんやろこれ、炭酸じゃないっちゃけど、なんか、なんやろ、なんやろ、辛口なんやけど、そんなにね、辛いってことじゃなくて、ちょっとなんかイチゴの酸味みたいなのを感じる。美味しいえ、これ多分ワインが苦手な人でも飲みやすいんじゃないかなっていうぐらいクリア、重くない、軽い。これは飲みやすい、めちゃくちゃ。しかもお肉、牛のお肉の餃子やから合いますね、合うね、合います。なんか宮崎の御朱印をもらってきたんですけど、青島神社の、結構青島神社有名かな、宮崎に行ったことがある人は知ってるかもしれんけど、めちゃくちゃ可愛くないですかこの御朱印、見てカラフルでしょ、可愛いでしょ。これをこれで、これ願掛け、願掛けなんか、記念、記念です。全てがうまくいく、へのカッパお守りやばくないですかこれ、これ買っちゃったよね、これ願い事がいたと、いた願い事がいともたやすく簡単に希望通りに成就できるように祈願されていますということで、ゲームが上手くなりたいな。なんかでもやっぱりリフレッシュされましたね、自然豊かなところ。結構今ラジオをやってて、神奈川の山奥とか行ってもかなり自然豊かなところに行くと安心するんですけど、やっぱなんかその宮崎県もそういうところなので、なんだろうな、なんか懐かしいんでしょうねなんかちょっとなんか近い何かを感じるから神奈川ってすごい好きなんですけど、やっぱ宮崎の自然は本当にいいね。建物も低いからなんか景色もよく見えるし、花も綺麗やし、空気もね、美味しかった、美味しかったよ。しかもそんなに人が密集しとらんから、東京よりも全然本当にストレスなく生きることができるまあ、イオンにも行ったしね、イオン最強やったイオン最強でしたね、何でもできるからね、イオンね。ちょっと悲しい話ですけど、なんか産んでくれたお母さんとももう二十何年会ってないんですけど、なんかその実家の電話番号が宮崎にあったからかけてみたんですけど、留守番電話で出なくて、一応留守電入れたんですけど返事が返ってきませんでした。悲しかったです悲しかったです。折り返し電話してくださいって言ったのに電話が返ってきませんでした。悲しかったですでもまあそれも運命かなと思ってお仕事頑張ろうと思います。餃子が美味しいしワインも美味しいからもう大丈夫です。本当に美味しいね、スノワイン、めちゃくちゃ美味しいな初めて飲んだけど、今までね飲んだ中で一番美味しいな、これ。なんか知らんワインはいっぱい飲んできましたけど、知らんワインって言ったら失礼か、あんま酔っ払ってていつも覚えちょらんちゃうよねあんま覚えちょらんちゃけど、このツノワインはやっぱ美味しいわ、さすが。これは帰ったらまた飲むというか、うまかうまか、なんかね、ほんといちごの香りなんじゃないかって、いちごが入っちゃった、これいちご入っちゃうよね、いちごが入ってないんですけど、ぶどうなんですけど、すごいいちごっぽい、ほんとにフルーティー、マジでフルーティー、ほんとにフルーティー、なんかフルーティーって書いてると結構なんか、いやとはいえみたいな感じ思うかもしれんけど、これはほんとにフルーティー、本当にフルーティー、全然苦くない、辛いかみたいな、むしろカ
良くて、ちょっとシュワッてした感じの酸味が本当に最高ですね。美味しいですね、これ。ごちそうさまでした。私も帰省して5年ぶりぐらいにいろいろ刺激を受けたりいろいろ考えることがありましたが、また次年度も頑張っていきたいと思いますので、皆さんもいい感じに楽しくよく寝て笑って食べて生きていきましょう。これからもよろしくお願いします。それではまた、またな。